店に着いた瞬間からもうなんか記憶がなくて飲んでたのかもわからんくて7万円取られたお前そんなことよりまずいぞお前問題なっとるぞ僕のお金がないんですけど知りませんかみたいな儲けになるかもしれんけどそれはこだわったぐらいなんだよ違うものいいと本田くん、お疲れ様です。今どこにおるんですか？そこですね。そこ、はい、本社の方におるの？はい、あ、ちょっと今すぐ向か、あ、10分ぐらいつけて待っといてくださいよ。じゃあ、はい、会社でちょっと話聞きますわ。はい、何すか？何だ？7万ですか？盗まれたのね、記憶がなくて。何？どうした？15万欲しいって。15万、うん、5万支払いして。5万、5万、うん、寿司屋。違う、トレーダーに。ああ、トレーダーに、ああ、15万下ろして、材料で払って、一応10万あって、うん、で寿司屋に行って、誰を連れたの？娘と、金ちゃんと。あ、3人で行ったんだ。キニコの娘と3人で。で、そのまま店行って、うん、全然覚えてなくて、記憶がない、飛んじゃってて、うん、そこのスポリを。うん、記憶と同じで、そのベルベルだ。全然ベルベルじゃなくて、店に着いた瞬間からもうね、なんか記憶がなくて、飲んでたのかもわからなくて。もう全然ベルベルとか言ってたね。ベルベルじゃなくて、本当に。着いた瞬間からもなんか記憶がないんです。で、ね、寝とったのって言ったら、寝て、起きとったよって言うんですよ。睡眠薬飲まされた。なんか飲まされた。何を疑っとるその、なんか飲まされたのか、ちょっと酔っ払ったのかな。酔っ払ったのかもしれない。そこに記憶が全然なくて、うん、渡した記憶もなくて。クリスマスプレゼントだけ3万円、2万円のお小遣いあげたの？って言ったのって、まあ、そこの間の記憶が全然なくて。あ、クリスマスプレゼントなんだ。どういうこと？あ、記憶がないけど、そういう3万、2万円プレゼント出したの？いや、出したし、その記憶もなくて。プレゼント誰から来たの？キミコに来たの？いや、あげたって言ったの。あとから？うん。あー、ね、飲み代が3万、2万だで5万円クリスマスプレゼントの5万円プレゼントの、ね、9000円飲み代の、あ、飲み代自体は9000円なんだ。店の飲み代は。で、でもまだ1万円も違うでしょ。その1万円ほど分からんですよ。その記憶もないんです。あ、そういうこと。うん、だけどそこ以外は行ってないもんね。どこも行ってない。あ、そういうこと。別に7万で済まれたって言ってるわけじゃないんだ。取られたのかなって記憶。7万円も取られたのと思っただけで僕は。でも本当はどう、自分ではどう思ってるの？自分何も思ってない。クリスマスプレゼントなんてあげてねえやと思ったの。あ、なんか違うよなって。今までそんな風になったことないもんで、うん、結構仲いいんでしょ。でも仲いいと、まあ、まあ週に何回も見てるでしょ。そんな俺盗まんでしょと思ったんだけど。間違いない。分かるけど、どうせ、まあ、言い方変えたら、まあ、毎日来てくれるもんで、どうせうちで使ってくれるわって。もう晩飯みたいな、もうなんか、まあ、カップルみたいな感じでしょ。なんか2人でいつもなんか飲み歩いてるでしょ。誰もお客さんが多かったら2人で金庫とその辺飯行ったり、知り合いの店したりしたんでしょ。もうこれ懐かしいじゃん。もう飲み代はね、飲み代は一晩で10万使っちゃったんだ。でその残りの1万も出所が分かんない。あ、もうすっからかんなんですよ。もうほんと1万入ってない。いや、千円札だけがあった。千円札何万入ったんですか？7万か8万15万いけなかったんですか？マックス、まあ、5万円はお支払いだもんね。15万ちょっとですか？10万、5万払うので10万5000円だとして、うん、まあ寿司が2万8000円。2万8000円の3万円ですね。2万8000円の居酒屋、そのキミコの店で9000円なので、3万7000円だね、うん。3万7000円足す5万円だから8万7000円。8万7000円なので1万8000円か残っとらんのか。もうすっからないんですか？ないです。それはおかしいわ。全然記憶がなくて、本当に、うん、それはキミコなんて言うと、それは知らんて言うと、いや、プレゼントでくれたよって。その1万8000円の1万8000円分からんです。これその1万8000円分からんです。それは知らんて言うと。いや、8000円はあったもんで、あと1万円1万円も分からんです。ああ、そういうこと。逆に言えばその3万、2万って言ったら嘘じゃねえかじゃないけど、うん、6万抜いといて3のにくれたよって言っとるけど、本当はピッて6万抜いちゃったんちゃうかって。うん、今日分からないですけど、それはないと思うんだよな。いや、それはさすがにね、あんまないと思うけど、まあ、一回ちょっと聞いてみようかな。いや、やめてください。聞くだけはいい。いや、女君から聞いたって言われて解消しくて言ってるわけじゃないよね。うん、だから真相は知りたいってことだよね。せっかく仲いい友達だね。キミコ、もう店おる？おるよ。あ、オッケーオッケー、上がってくわ。
こんにちは。見てあるかも。おお、すごい。何これ。すごいでしょ。これね、兄弟が作ってくれたんだわ。兄弟って意味だよ、お前。不良だよ。そっちの兄弟？兄弟。兄弟。あ、兄弟。弟？弟姉ちゃん。あ、YouTube でやったよね。姉ちゃんも。姉ちゃんそれ。誰？これ？何それ？可愛いじゃん。そんな自分のいい顔しかさ。あ、自分が作ったね。あっちの顔見てみまね。じゃあこれす、あ、妹の女三兄弟なんか一番下なんだ。違うよ。妹それ左側。これ？うん。可愛いじゃん。そんなみんなそうだ。もう真ん中だけ失敗しな。お前そんなことよりまずいぞ、お前問題になっとるぞ。何の話ですか。金子と、うん、本田君が飲めたって言って。もう見てないし1万円かな、前からなくなったんですよ。10万円ね。うん、とってもなんか、あ、ちょ、電話っていうか電話もあったし、LINE もあったよ。あ、LINE あったんだ。そうそう、俺もって、だけど社員は全然違う話だと思う。7万円がそれからなくなったんだけど、本田君に聞いたら、クリスマスプレゼント、うん、であげたんでしょ。そうだよ。だけど本田君も全然覚えてないと、うん、だから本当は抜いたんじゃねえかと。どういうこと。ちごこりちゃん、そんなことでもね、私は LINE でも怒るぞ。そう、本当だよマジで。LINE でも返すよって言ったの。プレゼントでくれたやつだけどって言って返すよ。 LINE、うん、なんでなってきた。僕のお金がないんですけど知りませんかみたいな。こっちもなんか申し訳なくなってきたって。返そうかって言ったの。で返す、あの、まあいいみたいな。で、みゆにも買ってくれたの。あ、初めみゆからの、あの、クリスマスプレゼントね。あ、なんか買ったの。な、現金であげたの。現金であげたよ。みゆと、君これに3万、2万あげたの。そうそうそう。なんか本田君は、記憶がないって。そう、寿司屋行ったんだろ、2万で。安いから3万ぐらい払ってたわ。で、なんかちょっと中ずになっとんのは、15万下ろして、うん、5万円の材料費だと、うん、で、10万円、うん、で、寿司屋が2万7000円、8000円、うんうんうん、で、2万円と3万円上げて、うん、この店代は8000円、9000円ぐらい、うん、そうすると1万ぐらい足りないし、うん、それは何？知らんがないってこっちが。それは何も言ってこむんだ。何も言ってないよ、うん、プレゼントだな、どういう話だ。クリスマスプレゼントを、うん、買ったんだ。って言ったのかなんか覚えがないけど、ミユがこれが欲しいって言ったの、喋ってたの、うん、本ちゃんと、うん、で、それがいくらぐらいだと、うん、2万、あ、1万いくら、うん、で、それお釣りは返すねって言ってミユが言ってたの。1万円いくら。そうだよ、アプリでなんか買うやつだから、うん、だって、あの、後で領収書も渡すねみたいな感じで、うんうん、で、終わってて、あ、私も欲しいのって話になるじゃん、こっちもね、うんうんうん、で、私欲しいのこれって言って、うん、もう3万ぐらいの靴だわ、うん、ね。うわ、もう高めだな。全然記憶ないですよ。いや、確かに眠たそうだった。俺は眠い眠いと。うん、でもその、それにプランス、うん、あの、勝信にね、この焼酎を、これ1万2000円なのね。この焼酎を、おろしときたいと。で、この社長が来た時に、あの、飲ましたってって。だけど、これ、見ると、私も飲んだことないけど、めっちゃなんか甘そうなんだわ。多分、嫌がるんじゃないって言って、うん、だいいよそんな無理しえって言っとったぐらいで、私は。ああ、そういうことね。これ、つけとけとうるさかったけど、私は、うん、あの、いらないって言って、うん、儲けになるかもしれないけど、それは断ったぐらいなんで、私は、うんうんうん、違うものいいと思う。マジで。カメラ向けと、ホンダホンダホントこの野郎、マジやめたんだよ。じゃあ、痛い感想のこといか。だから、まあ、電話しちゃったらいいんじゃないの。電話してるよ。いや、なんか、別に本田君は、まあ、本当ぶっちゃけな話、もう別にもう本当に広げてくださいって言ったけど、いえ、もう動画ネタないし、ダメとか、もうカメラ回ってるから、回ってる、本社に撮って、まあ、俺が言ったのかって、返すように言ったのかって言ったけど、うんうんうん、まあ、いいです、いいですって言っとったもんで、うん、全然、まあ、いいと思うんだけど、うん、いやただ、俺が、ね、やっぱ嫌なのは、うん、やっぱ、キミコと俺が仲いいわけじゃん。うん、で、小田君が仲良くすると全然いいじゃん。うん、で、社員、まあ、井村翔がまず行って、うんうん、翔がその、たまちゃんって女の子に行って、うんうん、やっぱそこからまたあの足場班に広がっとるから、あの店はっつって、そうそうそう。で、岡部が言っとったのは、うん、10万円あって、うん、寿司で3万使って7万円、うん、で、その7万が全部なくなったと、うん、で、そのなくなったのトイレ行った資金なくなった。どうらムカつくのか、なんかあっちが手癖が悪いみたいな、ね、そうそうそう。で、トイレ行って出てきてなかったから、また今度払うまで帰っていっとるみたいな。でもじゃあ、お代ももらってよ。もらってるでしょ。だからそれはねえぞって言ったの。うん、で、今日話しとったのも、そう、本田君って、さすがに、金の2人なら分かる。うんうん、前さん昔は手際良かったから。いや、バカだよ。どっちがいないよ、それ。そやけど、自分の娘の前で、ピッて5万抜いて、あんた2万持ってきて、
そんなことする親だったら子供まっすぐ育たんぜってちょっと家でも本当に出てもらいたいのかな。じゃあちょっと今回の電話出るかな。よし、岡部、はい、今キムコちゃんと来たんだけど、キムコないのかな、はい、お前はなんて聞いた、トイレ行ってる好きになくなったみたいな感じ言ってるの。トイレ行ってる好きっていうか、トイレ以外財布を肌身から離してないんですって。で、行った場所がただ寿司屋とキミコさんだと思ってたけど。ああ、そういうことな。あ、だから、その7年前なくなったのはおかしいでしょと。で、お客さんが他にいなかったっていう話だったんで。うん。で、お会計も、会計はなんか、できなかったけど、なんか、おろして払いに行っただか、なんだか、そう。ああ、そうそう、そうやって言っとった。わざわざおろして払って。おろしてない。出て行ってない。ちょっとまだやし、直接喋りたいな、マジで、ほんとに。強い強いすごいダメになってるよ、ダメダメになってるよ。ダメじゃん、これもう全国放送かな。全国じゃないですよ。世界。あ、お前が犯人だわ。ちょ、バーンじゃあ何言っとるの、ほんと。伊沢さん、まあ私そういうふうに出ないよ。で、多分まあちょっとした愚痴がなんか広がっちゃって、うんうんうん、でなんかまあ社長に一言言った方がいいんちゃうかみたいな。本田君とも仲良くできる？全然仲いいと思ってるからこっちは。ああ、そうですね。そんな話が出てるなんて。本田君電話しちゃってよ。あげますよ。電話できるのかな。まっちゃん、どういうことなの？今いろいろ話聞いたけど。間違えたよ、俺。何を間違えたの？本当にごめんだよね、マジで。こんな話になってると思ったのか、マジで。もうなんか、追い込みかけとる。うん。仲いいよね、うちんと。無理無理？無理無理無理言わせて。ちょっと、仲いいでしょ、うちんと。仲いいよ。だよね。これからも仲良くしようね。分かった。ならいいよ。ちょっと変わるわ。ちょっと変わる。お疲れ様です。声のお疲れ様です。声のだいぶ怒っとるよ、キムコ。まあだけど説明しといたんですよ。まあ本田君は別に広げるつもりないけど、俺が勝手にやって、本田君はもうそんなこと言わんでって言ったけどね。まあじゃあ仲良くしちゃってくださいよ、キムコ。僕は仲良い、仲良い。ああ、仲いいな。月に1回のお寿司行くって約束したじゃん。また連れてくる寿司よ。月に1回ぐらい行けるなぐらいのこと。じゃあお腹すかして待ってるねって言って話しとったじゃん。覚えてないじゃん。そうですか。全然何も。あ、そうか。相当酔っぱらったんだ。全然ない。あ、相当酔っぱらったんだ。まあ多分俺半分はお腹覚えてると思うよ。なんかもう行っちゃった手前なんか話がでかなっちゃって、なんかちょっとそういうとこあるじゃん。昨日行きたくなかったら誘われてさ、行っちゃうじゃん、誰でもそうだけど、うん、言いそう。そうそう、それが話が広がっていっちゃって、うん、それだけど、まあ巡回的だもん、最初は。何よ、お金なんか7万なくなったもんね、知らん。LINE でね、行ってきて、僕のお金はないんですけど、みたいな。あ、ちょっと聞きたいけど、お金がないけど何かあった？俺のお金がない。正直に言ってほしいって入ったもんね。どういうことかと思って。ねえ、ポンちゃん覚えてないの？寿司屋で3万くらい、ミユにクリスマスプレゼント2万、うん、私にクリスマスプレゼント3万、うん、うちの飲み代9000くらいだよっつって、うん、マジ返すよ、プレゼント代なんか騙したわけでもないし、ミユ、うん、なんか調べたから説明できるよと。ああ、ミユ飲んでないからね。飲んですっごいくっどいくらい、30回くらいとか、1日で10万使ったっつって言っとったんだ、うん、その後に、うん、その後にってここの店で。ああ、店で酔っ払ってな、うん、そう、もう全部すっからかんなっつって。うん、って話しとったはやっぱ使ってんだよな。で話しとったかねっつって。うん、で、下ろして来れば何とでもなるって何回も言ってたし、でもそれで記憶ないのいかんで、マジ返すよって言っておくと。ああ、そういうことな。そう。プレゼントまた持ってたらでいいんじゃない？それ喜ぶんだよな。うん、そうね、現金じゃなくて、うん、なんかこれ買ったからありがとうねってなると。うん、俺ね、まあ嬉しいよね。うん、買ったや本だよね。そうですね。現金だったらちょっと嫌だけど、プレゼントだったら全然いいじゃん。うんうん、はい、視聴者の皆さん、君はなんかね、週末は結構忙しいみたいですけど、平日が結構案外からかな、うん、だからみたいなんで、平日、まあ、港区東海通り、東海通りの駅、まあアクセスは結構いいよね、東海通り地下鉄から来て、駅から5分、ぜひ皆さん、運転使ってください。はい、よろしくお願いします。本田君のことはもう多分もう 99.9% 本田君が悪いと思う。俺はね、うん、あちゃーっていうのはあると思うよ。うん、まあ、そうっすね。そうそう、行っちゃったなとか使っちゃったなっていうのは、うん、まあさ、男はみんなあるじゃん、そうですね。まああれだと思うんですけど、まあそんなことは 100% はないわ。はい。
じゃあ皆さん、あとチャンネル登録。もう年内本当に20枚いきたいなと思いません。ちょっとバズってないからね、ちょっと少ないんですよ。1日100人増えとるか増えとらんかぐらいかないかな。ぜひチャンネル登録、いいねよろしくお願いします。せーの、まとめてー。